空軍省はアメリカ国防総省を構成する賛成の一つ。分官である空軍長官を長とし、アメリカ空軍及びアメリカ宇宙軍の管理に責任を有する。空軍省は1947年国家安全保障法に基づいて1947年9月18日に空軍を管轄する省として設置された。空軍長官は文民であり、 国防長官の指揮下にある。空軍省のすべての業務を行う権限は、国防長官の権限、指揮及び管理のもとにある、空軍長官にある。空軍長官のもとに、空軍時間が置かれている。空軍長官官房には四人の時間補と一人の法律顧問が置かれており、時間補はそれぞれ、買収、財務管理及び会計、設備、環境及び、物流、人事及び、 予備役を担当している。空軍省の最高位の軍人は空軍参謀総長と宇宙軍作戦部長である。いずれも空軍長官の上級軍事顧問であり、統合参謀本部においてそれぞれ空軍と宇宙軍を代表する。空軍長官は国防長官の指示により空軍や宇宙軍の部隊の配置や任務を決定する。空軍長官は特別の指示がない限り、 アメリカ合衆国法典第10章第8013条に列挙されている部隊の部隊間の指揮官や戦闘員の配置に関する権限のみを有し、それ以外の部隊の部隊間の指揮官や戦闘員の配置に関する権限は大統領及び国防長官が持っている。2019年3月1日、アメリカ国防総省は空軍省内に新たに宇宙軍を 空軍から独立した軍種として設置することを提案した。この提案の中には宇宙軍時間の新設と宇宙軍に明確な予算を分配することも含まれていた。その後、2019年12月20日に宇宙軍が設立された。ありがとうございます。